ラグビー見てる？言われると思った。うん。うん、見た見た。見た？あれからね、見た。うん、あ、見た。ルールは全然わかんないんだけど、うんうん、盛り上がった。なんかちょっと感動でうるした。あ、そうでしょ？うん。どれを見たの？この間のやつ？JJ が今度のは見てねって言ったから、うん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 、その前に一個、うん、なんだか どこかわかんないとこ見て一回ちょっと見といて。その緩い感じすごいね、みんなが大熱狂してんのに。で、あの例のね、うん、見た。見た。すごい。やっぱ心震えたでしょ？もうなんかね、うん、やばい。やばいよね。ルール分かんなくてこんなに盛り上がるんだったらルール知りたいなと思って。そうだよね。あとで教えてあげる。簡単なの？あ、俺が教えるわけじゃないんだけど、キシボーイっていうすごい可愛いね、うん、松戸っ子デレックスみたいなキャラクターの絵があるんだけど、うん、そいつらがねラグビーをピョン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 やりながら簡単な解説動画を作ってあって。嘘？あんの？ YouTube に上がってる。あとで教えてあげる。じゃあ今度本当に、ま、すごい可愛いからすごいのあるじゃない。それまでにちょっとね、うん、把握したいよね。毎回ね、どこにボールが行っちゃったんだろうとかさ思うよね、うん、そうそうそう、気になるね。さて今日のゲスト、はい、ちょっとねもうサービスの神を連れてきたよ。あら、神様来ちゃった、降臨しちゃった。なんかねもうサービスの向こう側に連れてってくれるらしいよそこってどこなんだろうっていうのを今日ちょっと探り当ててみようかなと思うんだけどさ、うん、多分ね光り輝いてる世界だと思うんだよ。じゃあちょっと浴びちゃう？浴びちゃおう。じゃあ早速紹介しますね。はい、はい、株式会社フラット3代表取締役の、八木沼健一さんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。爽やかだね。そうかな黒くなってるね。南の島がり？そうなのよ、あの友達の結婚式で。そうだよね、ちょうど早いから帰ってきたばっかりで。そこでもお客様満足度上げてきたんじゃないの？いやいや、もうあの普段はねもうあのぼーっとしてるんでしっかり島の空気に馴染んで満喫して帰ってきました。あ、そうなんだ。いや今日はね本当にね、うん、ちょっとまず何話そうかな。サービスについてやっぱり八木さんにはねいろいろちゃんと聞きたいなと思ってたからね。なんか改まって話す機会もなかなか貴重なんで。そうそうそう、うん、で多分見てる人聞いてる人もね、そのお客様って何ぞや、うん、はい、お客様に対するサービスって何ぞやって多分共通する部分も多いからさ、うんうん、そうですね。そこをちょっとね、うん、掘りはほり聞きたいんだけど、はい、まあ、まずは八木さんといえばね、うん、あの、まあ、昔の伝説、もちろん今もあるんだけど、うん、カシータっていう伝説のレストランの総店長をやってた人なんですよね、うんうんうん、名前だけは知ってる。知ってる？行ったことある。あ、本当、うん、僕はねもう何回か行ってるんだけど、うん、もうすごいサービスでもうね腰抜かしそうなぐらいなんだよ俺ね天井から桜吹雪舞ってもらったことあるからあ、そのレベル感だよね。やってたやってた。そうだよね、うん、やってました、うん、だからその辺のさ、うん、サービスの、まあ、企画っていうか、うんうんうん、あの構造から全て八木さんがいろいろ考えたわけだよね。まあもちろんみんなで、すごいミーティング大事にしてる会社だったんで、うんうん、相談しながら現場を統括するみたいな、うんうん、そういう立ち位置だったわけだよね。そうなんだ、うん、あのカシータってどういうふうに、ああいうふうになって、うん、ああいうあそこまでのレベルまでなってったの？まあいろいろ話すと2、はいはいはい、3日間ぐらいかかるもんね。いや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 、一番最初にやっぱりああいうふうになったきっかけは、うん、なんか結構意外がられるんですけど、うん、もういわゆる当時まだね、鉄人、料理の鉄人とかの流れがちょっと残ってるぐらいの時代で、みんなこのお料理のクオリティで勝負してたんですよ。うんうんうん、だけどちょっと自分たちに もう知識も経験もなかったから、うん、そのレストランとしてお料理だけで勝負して東京の激戦区で勝てる自信が全くなかったんですよね、うん、で自分たちにできるものは何かっていろいろ考えた結果、うん、あ、サービスだった、うん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 、じゃあレストランをこう味とかだけじゃなくて、うん、滞在していただく時間と、うん、その空間の価値で、うん、問い続けたらどういう風な結果になるのかなっていうこの実験の日々だったんですよ。へー、うん、すぐにはやっぱりたどり着いていかなかったの？いやいや、もう毎日ね、もう試行錯誤の、今ね PDCA って言葉ありますけど、うん、当時なかったんです。全く同じこと毎日やってましたね。なるほどね、うん、いや本当にね、いろんなすごい内容が盛り込まれてるんだけど、うん、僕はやっぱり一番当時すごいびっくりしたのはその、うん、スタッフのね、もうクオリティとかモチベーションとかエナジーが、うん、もう満ち溢れてるのよ、うん、もう彼ら彼女たちを見てるだけでこっちが笑顔で幸せになるぐらいのレベル感だから、うん、それがすごいなと思ったんだけど、うん、そうでしょ、実際そう思わなかった？自分でやっててすごいみんな
そういうエナジーを発する人間たちになったなって思ったりすることなかった？なんかあのすごい大事だったのは基準を作ってたんですよね、うん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 、そのやっぱり、サービスってルールじゃあのくくりきれないから、うん、そのまあ笑顔がいいレストランを作ろうと、うんうんうん、で、東京で一番スタッフが笑顔なレストランを作ろうと、うんうんうん、でそういう基準作ってそこに対してもうシンプルなその基準に対してすごく本気だった記憶はたくさんありますね、うん、なるほどなるほどね、うん、もうあの鏡見て笑顔チェックして、あ、そうなんだ、そうそうそう、何今日、ね、暗いけどどうしたの体調悪いのみたいなこと毎日本気でやってますからね、あの当時だって本当に、まあ、ディズニーランドかカシータかって言われてるような感じだったよね、一回ねあの予約の問い合わせでショー何時からですかって本気で聞かれたことありましたねえって俺思わずね返答に詰まっちゃったんだけど、うん、そうなんだ、だからショーがあるわけじゃないんだよね、ない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 、ね、もうお店のレストランのサービスがもういろんな演出だったりこう、そうです、ハートの部分が、うん、教育されてるってことよね、うん、もうねだから入った瞬間にもう一つのアミューズメントなんだよ、うん、エンターテインメントっていうか、うん、もうだからさっきもちょっと裏で話してたけどさ、うん、もう入るとねいきなり僕は名前で呼ばれるのよ、うん、あ、ジュンジさんどうもこんばんはって言われるわけよ、うん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 、え、俺会ったことあるっけみたいな感じになるわけ、会ったことないのないんだよ、初めまして、すごいんだよ、それでエスコートされていくからもうなんだろう、うん、あの感じはねもう入り口からびっくりさせられる、うんうん、みんなが知ってるのかしらその日ジュンジさんが来るっていうの、もちろんもちろん、すごいで記念日で一回使ってた時があった時が、うん、まあ、一番びっくりさせられたんだけど、まあすごいなと、ヤギ、うん、さんからあの頃思い出して一番こう気を使ってたことだったりとか、なんだろうな、うん、自分なりに、はいはい、あのこれは俺いいテクニックだったなと思うようなことって何かあんの？テクニック、うん、あ、でも一番は、うん、ランチタイムは営業せずに、うん、だけどあのランチタイムできる時間にもう出勤してるわけよ、いや、あ、ランチやらないのに出勤してんの、出勤してるので、何してるのかっていうと、もうミーティングしてるのずっと、うん、で、あの当時はまだね、あのウェブで人の名前を検索するっていうのが習慣化してなかったんで、あのちょっとその予約台帳っていう便利なものがさ、レストランにはあったから、お、その人の名前とかこう入れたりするとね、たまに情報がこう上がってくるわけ、あ、それでか、そう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 、そうか、グーグルで検索すれば、まあ、顔写真が出てくる人もいるし、もういるし、それこそ、プロフィールが出てくる人もいるし、まあすごい面白かったのは、例えばなんか芸術家で東京でこの期間個展やってて2週間滞在してますみたいな情報が出てきたら、うん、その昼間のうちにねちょっと見に行って、うん、そこにしかないものを、って帰ってきたりとか、すごい、それはすごいな、そのね無駄な時間を、いい意味での無駄をすごく大事にしてたのが大きかったかもしれないですね、すごいね、徹底してんだ、もうだからお店の下に必ず自転車と原付が止まっててそういつでもこう街にこう走り出していけるように、すごいでしょ、ほんとすごいんだよ、でそんなね、まあ、八木沼さんなんだけどね、今日ここに紹介したい本があるんだ、これ八木沼さんの本なんだよね、これサービスの向こう側、もう映画のタイトルのようだよね、素敵だよね、決して山口百恵の歌のタイトルじゃないからねこれあれ引退の時だね、そう、八木沼健一さんの本サービスの向こう側、これいつ出したの、やめたのが2003年かな、2003年の9月ぐらいですね、うん、なんかね不思議な感覚で本ってなんかこう生み出すと、その後ね、なんかこう自分の中から出たもので、うん、あんまりこう振り返ったりする、ね、タイミングがないんですけど、なんか今日ね久々に一冊だけ家にあったんで、そうだよね、うん、でこれさ今持ってきてもらって、まあ、ちょっと裏で聞かせてもらったんだけど、これがまた素敵なの、うん、これ付箋がいっぱい貼ってあるんだよね、この本、どんなエピソードなんだっけ、これこれはね、まあ、本を出すまでにいろんなこう、物語があって、うん、その中でこう、まあ、結果的に形として生み出されたんだけど、うん、じゃあ実際にこの文字にしたことを見た人がどういうふうに感じるのかっていうのがすごく興味あったの、うん、それをその前職時代にすごいお世話になったお客さんにたまたま恵比寿の街でばったり会って、うん、で実はなんかこう、ね、本形になったんですけど、これ読むとどう感じるんですかねっていう話をしたら、その後に、ね、送ってきていただいたんですよ、うんうんうん、自分の本をプレゼントされるっていう、ねえ素敵、これめちゃめちゃ素敵な話でした、これ ね本当にねすごいいっぱい付箋が貼ってあって、とっても丁寧に書いてあるのよ、ね、本当にだからこれあれなんだろうね、だから本当に
焼沼さんのファンだね、うん、これ、うん、なんかあの11年間という期間いて、もう本当に多い時は週に1回ぐらい来てくれてた方なんですけど、なんかその人たちのこのね11年間のなんかこう物語が文字になったっていうことをちょっとなんか自分でも感じられたかなっていう宝物ですね。これ大事に取ってあるんでしょ。だからこの一冊だけ、これ以外持ってないですよ。これ、うん、あとあの Kindle 版しか持ってないこれめちゃめちゃ思い出だよね。このままもう一回さ、この付箋もつけた状態で販売してほしいよね。本当だよね。いや本当ですよね。借りたい、うん、なんかあのサービスの本って結構経営者の方とかが書く本は多かったんだけど、あんまり現場の人が書いてる本ってなかったんですよね当時。だそういう意味でそのサービス業ってね、まあ辛い長い厳しいみたいな、ね、印象が強いけれども、あの実際にこの喜びもあるわけで、なんかそういうところをね伝えられる本になったらいいなっていうのが、なるほど、出版した一番の理由ですかね。八木さんあの、ほら持論としてはさ、めちゃめちゃ現場を大切にするじゃない。現場大切よ。やっぱこの本にからも それについてだいぶ書いてあるの。いやもう、あの、うん、もうやっぱりサービスの答えって、あの現場にしかないんですよ。だからやっぱりね、あのもちろん数字見たりとかそれぞれの、ね、セグメントで得意なところあるんで、いろんなアドバイスはできるんですけど、結果的にやっぱり現場に沿ってないと何も意味がないんで、必ずね現場は見てからお話しするようにしてますね。なるほどね。ほらなんかそういう人柄がさ出てるでしょ、もう本当この人が包み込んでくれるそうじゃない。だからみんながそこにね集まったからそういうことができたんだよね。でもそうなんだよ ね。なんかルールがとかさ、そういうことじゃなくて、ついていったらその先に素敵なレストランができたんだよね。そうだよ ね。もうめちゃめちゃ貴重な体験だったでしょやっぱり。そうですね、やっぱり人生を変えた出会いだったんじゃないのかなっていう。まあ、今も八木沼さんはいろんなところの、もちろん、まあ、飲食店のみならず、まあ、お客様サービスをやられているところのいろいろ、まあ、講師だったりとかコンサルティングだとかアドバイスみたいなものもやるし、店舗の、まあ、プロデュース開業みたいなところもやるしっていう感じでやられてらっしゃるんですよ、ね。はい、あのケータリングまでやります。あ、何でもやるんですよね。何でやるの。何でもや。あ、そう、うん、やっぱりあの10年ぐらいはこう修行したいなと思って、よくも悪くもなるほど。今だからお話しいただいて、あ、これはお役に立てそうだなと思ったらまずやってみるっていう期間にしてます。海外のもやってるんでしょ。海外はね、何回かお話しいただいて、立ち上げとか、あとちょっとまあチームビルディング的な、ことをやって、半年ぐらい滞在させていただいたりとかありましたね。なるほどね。で今はまさに、八方園のね、はいはい、お手伝いをお世話になってます、はい、されていて、八方園のレストラン、そう、八方園の中にねレストランがあるんですよいくつか、でそこのお手伝いをさせていただいてます。なるほど。それは用途はでしたっけ。インターナショナルと、そうですね、用途はで、なるほどね。いらっしゃる現場いますよ。本当、友達とか来てくれると。現場いるの。います、います、もちろん。行こうか。ぜひぜひ。来たよって、これから紅葉が綺麗ですよ。そうだよね。そうですよね。庭は、意外とね、都内の人こそ気がついてないですよ。いや、だってちょっと風格がさ、あるじゃない。もうしかもね、気がめちゃめちゃいいんですよ。なんかちょっとね、スピリチュアルな話じゃないんですけど。そうなんだ。本当に空気が良くて、なんかもうね、言っても600年、700年続くて、ね、場所にできた庭園なんで、まあ本当になんかあそこのね、テラスとかでね、息吸い込むと、あ、ちょっと今日も頑張れそうかなみたいな、そういう気持ちにさせてくれますよね。あ、そう。今度行きましょう、みんなで。あ、ね、行こう行こう。ね、美味しい野菜と、あとは八方園ってすごい食材にこだわってて、まあ、いろんな取り組みしてるんですけど、まあ、有機とか自然栽培とか、そういう、ね、生産者などのつながり大事にしてたりとか、なるほどなるほど、っていうことを、ね、メニューにして、結構気軽に予約とかしなくても来ていただける場所もあるので。そうなんだ、はい、ぜひ皆さんも ね、ググっていただいて、ぜひお店を訪れてもらいたいなと思うんですけど。じゃあ、まあ、ここで曲いきましょうかね。そうね、はい、今日八木さんに曲を持ってきてもらった、この曲なんか思い出があるの。あ、もうね、これは昔からさりげなく聴いてたんだけど、本格的に聴き始めたのは、このアーティストが死んじゃった後なんですけど、たまたまね友達のつながりで、その弟と仲良くなって、
でなんかアーティストさんの弟さん、そうが今そのレーベルついで今もやってるんですけど、でもう今もうここ7年8年ぐらいはもうずっとルーティンで生活の中に組み込まれてる音楽です。おー、そうなんだ。早速聞いてみましょう。センスいいよね。おしゃれ。おしゃれだね。俺もこういう風になりたいよ。いや。お客さんを感動させてさ、素敵な音楽に身を包みながら毎日を生きる。そんな風に俺も生きていきたいよ。ちょっと喋りづらくなっちゃうからね。そっちの方向に。すぐね、すぐ憧れちゃうんですよ。いや、こんなさ、笑顔が素敵でさ。スポーツマンのような感じで。こんなね、お客様からこんな素敵なコメントいっぱいもらってさ、ね、もうなんか人生として何なのよ、それ。いやね、いただきっぱなしの。ね、人生ですよね、本当。じゃあそろそろ返さないといけないね、いろいろね、はい、本当ね。そうですね、そうですね。これからはそういう時期かなと思って。じゃあちょっと後半はね、ヤギさんの、そのヤギさんの未来の話をさ、少し聞きたいなと思うんだけど、はい、まずこの近々なところで何か予定してることとかさ、はい、やろうとしてることとか、もし差し支えない範囲で聞いてみたいんだけど、いろいろコンテンツ化していきたいなっていう時期にやっと入ってきて、例えば僕の中で大きなテーマってやっぱりサービスって形がないもんなんで、なんかそれをこう教育するときに、どんなことをやったらいいんだろうってことを、ずっと試行錯誤してたんですけど、例えば飲食店だったらポスって必ず使うじゃないですか、でそのポスと連動してポスを使うだけでレジポスですね、でそのポスを入れるだけで現場のオペレーションと組んでサービスのクオリティが上がったりとか、なんかそういうものを作りたいなとか、あとはそのだいたい新しいスタッフの人が入ったときに教育ってこう、だいたい一人前にするまでに時間やっぱりかかるものなんですけど、人を募集するところにはお金かけるんですけど、育てるところにね、なかなか具体策がなくて、困ってるクライアントさんが結構いらっしゃるんで、なんかそこをこういうふうな提案ができたらっていうものをコンテンツ化したりとか、あとはね、飲食の世界にいて、ちょうどその八芳園でいろんな食材とかに関わらせていただいてるのもあって、なるほど、影響を受けてきて、少し小さい飲食店とか、あとはワインに関係するようなものなんかを形にできたらいいななんて思ってます。いいね。ご自身がお店出しちゃう？僕はずっとお店に入れないんで、やっぱりね、その周りに賛同してくれる人が出てきたんで、じゃあちょっと検討してみようかみたいな話をね、夢のね、夢物語ですよ、今のところ。ヤギさんと一緒にやりたい人いっぱいいるんじゃない？いやー、だとね、いいんですけど、少なくとも俺はめちゃめちゃやりたいよ。あ、それは僕もそうよ、めちゃめちゃ。もちろんもちろん JJ とはやりたい。さっきもね、そんな話してるんで、ずっと。そう、もうたかが30分の間に、ヤギさんが最近ワインについてもさらに興味の度合いが上がってるって、ワイン詳しいもんね。俺もワインもらってすごい好きじゃない？だから一緒にね、なんかやれたらいいねなんていう、ワイン作れたらいいねとかさ、そういう話も知ってワイン作るね。そう、なんかヤギさんとだったら本当にお客さん、ファン、愛好家が本当に喜びそうなものを、本当にヤギさんとだったら作れそうな気がしていて、そう。俺はそれをあと一生懸命喋っててみんなに伝えるっていう、役割が綺麗に分かれそうだし、なるほどね。なんかいいなって思ってて、やっぱりいろんな、ね、なんかカテゴリーの人が集まるとなんか新しい可能性って、広がりますよね。多分ね、乗ってきそうな人多分いっぱいいると思うよ。楽しみ。出てみるもんですね、こういうのは。そうだと思う。そう今不定期でその八芳園でワインの生産者さん呼んでイベントとかやらせていただいてる、そんな関係もあって、なんかこう生産地に、ね、プライベートで行ったりとかしてるうちに、やっぱりね、日本の未来考えた時に、一次産業ってね、やっぱりこれから気になってくるタイミングだなっていうのもすごく感じますしね。そうだよね。いいと思う。そう、ヤギさんはさ、10年後とか、はい、未来、遠い未来、ちょっと先の話はさ、どんな風に なっていきたいとかってあるの？夢や将来の形みたいなさ、なんかすごいヤギさんって自由な生き方をしている人だなっていう印象はすごい強いんだけど、10年後とかどういう姿になりたいんだろうっていうのはちょっと聞いてみたことないなと思ってさ、一番なんかすごい抽象的な、ね、言葉かもしれないけど、一番はやっぱり使命感を持って生きてたいなっていうのが一番なんですけど、やっぱりなんかその年代ごとに、ね、その使命感って変わってくるけど、最近は
何かに貢献したいなっていう気持ちが強いですよね。なるほど。なんかそのありがとうって言われるような、あの自分になりたいなって。わかるな。俺もめちゃめちゃありがとう言われたいもん今。本当に。言われてますよ。JJ は今思ってる。俺ね、でもね、あ本当。今思ってる。やっぱさ、企業にいた時はさ、企業にいたり出たり入ったりしてるんだけど、企業にいた時ってやっぱね、よありがとうって言われるよりも、怒られる回数の方が圧倒的に人生の中で多いから時間が。そう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 。だからね、今はね、それに比べると本当にありがとうって言ってもらえることが増えてさ。まあやっぱりね、いろいろ大変だけど、その独立してみて変わるね、気づく感覚っていうのはすごい多いですよね。そうだよね。僕もなんかね、流れでなんかこうね、あの独立した嫌いが強いんですけど、まあ、すごいいい経験させてもらってますね。今までになかったね。まあちょっとね、未来的なところはさ、本当にあの一緒にやれたらいいなと思うしさ、形にしていきたいですね。なんか楽しみだね。そうだね。あのみんなが楽しめる場所が絶対できるよね。それだけは分かるね。どんなのになるか分かんないけど、ヤギさんにいい空間作ってもらおうよ。ね、本当にちょっと気軽にね、みんなが、なんか居心地よく、みんな来るだけでほらストレスがなくなるようなやつよ。いいそうです。今日ね、若干一味ストレスが溜まってる状態の噂をちょっとさっき聞いたからさ、もうヤギさんがいたらね、どんなあの戦わないような人たちがね、いっぱい来れるようなね、みんながハグしていくようなね、いいね、仲をさせてもらいたいなと。人が関わるとこ全部サービス業ですからね。そうだよね、本当そうですね。なんかヤギさんにさ、そう、相談とか問い合わせするときってさ、どうしたらいいの？なんかホームページあんの？ヤギ沼健一 .com みたいなの？株式会社フラット3ってあるのと、あ、そうか、フラット3に行ってもらえばいいか。そう、でも、あのね、基本的にやっぱりね、近いところの距離の人から、あのいただく相談が多くて。そうか。そうそう、それもあってね、あのなんかね、こう人のご縁で生かされちゃってるんで、コンテンツ化してきてないっていうのもあるんですよね。でもこれからね。そうですね、ちょっとね、もう少し、あの貢献できる幅を広げたいなっていうのは。そうだね。まあそんなヤギさんに相談したいなと思う方がいたら、フラット3、ローマ字でフラット3の方のウェブサイトにお待ちしてます。ヤギさんにも相談ができるかなと思うんで、まあちょっとね、いろいろもっと聞きたいんだけど、ちょっともう時間も時間になっちゃったからね。なんか、穏やかな時間を過ごしちゃった感じ。まあ、ヤギさんにはまた、10年後に行われる予定の年末スペシャルに、来ていただく予定があるかもしれないので、その時にはね、ヤギさんに来てもらうかなと思うんで、はい。じゃあ今日は ありがとうございました。ありがとうございました。フラット3代表取締役の、八木沼健一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ちょっと知らない世界だったけど、なんかいいなぁ。キリンさんも好きでしょ。好き、ね、人が集まって、人が本当に戦うことなく、その場所とかね、時間とかを共有して、いいとこをね、分け合って、どっちがなんかね、ヤギさんのどっちが先なのかね。ヤギさんの性格を知ってるし、あの外観を知ってるからさ、もう温厚で、本当にあのこういう人だからそういうサービスができるのかなか、そういうサービスをやってきたから、ああいう外観やああいう顔立ちになったのかなか、どっちなのかなっていつも思うんだけどね。まあ両方なんだろうな。両方なんだろうね。人が人を呼びね。そうだね。あれで家帰ってさ、すげえものすごい大声でさ、ストレス発散してさ、怖いでしょ、だって。ないない。ねえ、ないことを祈りたいけどさ。なんでしょう。そう、すごいロッカーだったりして。そう、実はパンク大好きだったんだって。あ、そうそうそう、ほんと。だから、じゃあ若い時に全部やり尽くしたかな。そうだね、そうね。じゃあ、まあ次回もね、また素敵なゲストに、もう来てもらうことになってるんで、みんなが JJ にありがとうって思ってるよ。そうですか。クリスタルのみんなは、ありがとうございます。じゃあそれを噛みしながら、今日もお風呂入ってね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、今日のクリスタル社はあなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の真ん中もクリスタル、とっておきな情報をキャッチしてくださいませ。クリスタル社は下町スピリット、合言葉はお互い様にありがとう。また来週。40代は充実がキーワードになると思うので、自分の人生見つけつつ、まず周りの人に貢献していきましょう。応援してます。ありがとうございます。